ます。それでは、ミチさん、お願いします。皆さん、グローバルジャストリカバリーのオンラインパネルディスカッションにようこそいらっしゃいました。私はフェントン・ルトアナ・タブアと申します。本日は3人素晴らしい、パネリストに来ていただいています。エリアル・デラガンサさんは先住民、カナダの活動家ですね。それから11歳のフランシスコ・ハビア・ベラ・メンザナレスさん、そしてノエル・ナブ・リボーさんにも来ていただいています。エリアルさん、ノエリンさん、フランシスコさん、本当に本日はご参加いただいてありがとうございます。本日お話ししたかった内容があります。このガーディアンシップ、後見人というか、このスチュワードシップ、管理をしていくということというのは皆様がなさっていることだと思うんですね。人々、コミュニティは地球を保護しようと皆さんのように努力しているわけです。反対運動をすることによって、そしてこの現実というものの形を新しく作っていくということをされていますね。それからこの気候の危機と健康の危機というものの和解というものを考えていらっしゃると思います。人はみんな疲れてはいますけれど、でもタフです。勇敢なる希望を持っていらっしゃると思います。それではまずはじめに皆様に感謝させてください。皆様の住んでいらっしゃる聖なる場所に尊重の念を表示させてください。3人皆様にその現地で実際にいずれお会いさせていただければと思います。ありがとうございます。デネ語で自己紹介させていただきました。私の母国語になります。私はカナダのアルバタの北側の先住民であります。土地との関係というものが私の活動にどのように関わっているかということが重要だと思うんですね。私は自分で自分の言葉で自己紹介をしましたけれど、特にこの土地の名前というものを認識することが重要ですね。アハバスカ・チュクワンという私の町の地域の名前というのは植民地化の時代につけられた名前なんですね。本当の名前はカイカレーという名前です。その意味というのは柳の人々という意味です。それは私たちの住んでいるこの景観にある柳なんですが、私たちは三角州に住んでいて、ここは森が豊かです。世界で最後に残された内陸、唯一の内陸の淡水の三角州になります。ユネスコの世界遺産になっていまして、バッファロー自然公園の中に入っています。植物の種類や鳥の種類、それからアメリカシロズルでは渡り鳥は世界で最後の生き残った唯一の場所になっています。それからムース、そういった、絶滅危機にある生物、リンクス、こういった素晴らしい美しい生物がいます。でこれが非常に大事な理由というのは、
ベニーと民族として、この柳の人々、柳が我々の家なんですね。デルタというのはすごく意味があります。この先住民として、この北米のそういった民族として、我々はいろんな関係を築き上げてきました。そして、まあ、全てですよね、全てとのあらゆるものと関係を築いています。私が育ってきた環境を見てみますと、私はさまざまな自然とマスクはいろんなものと関係づけてきました。川とも自分との関係を築きました、まあ、そういったものがこういった展望風景を作り出していると思っています。私はちょっと素晴らしいと思っている、非常に美しい力強いストーリーを皆さんに共有したいと思っています。どういうふうに自分が世界を見ているのかというものが、この世界を自分が管理して制御している身ではなくて、どういうふうに自然との関係を作っていこうかという観点で見ていることに、どういうふうな関係が築けるのかという話をしたいと思います。私は5歳の時に、このペパーミント、薬の原料にもなるものなんですけど、それを自治体に母と取りに行きました。このいろいろ植物いろいろ見ながら、どれがペパーミントなんだろう、これ見つからないんだけれどもって母に言ったんです。でそこにあるよと母に言われて、こうやっていろいろ探して回っていたんです。でそしたら母が、そのペパーミントと話しかけたかと聞かれたんです。いやそんなことしてないと言ったら、そしたら母が、このまずペパーミントのところに行って話しかけるんだと、そしたら絶対見つかるからと言われました。で私はそう言われたように、このもう何回も探し回ったところ、もう一回戻って目をつぶってペパーミントに話しかけ始めたんです。私ここに来たよ、もう尊敬してるし、私も祈ってるし、いろんな環境を築いていきたいと思ってると、まあ、そういったことを話しかけたんです。でずっとその探し回っていたその場所にペパーミントがあったんです。でなぜ見つからなかったかというと、話しかけてなかったからなんです。ですから、その自然界との関係というのは、この魔法のようなものではなくて、ちゃんと真実であり、目に見えるものなんです。でこれはそのやっぱりその自然とのつながりをなくしてしまうと、見え方も違ってきます。ですから、こういった自分がどういう関係を築いているかによって見える世界が変わってきます。でこういったも考え方というのは、まあ、私の家族の中にも根付いているものです。でこの植民化というのは、ずいぶん前に起こったことではなくて、私のこの植民に関する条約というのは1987年に結ばれたばかりなんです。私の祖父が子供の時に、この私の領土の条約が結ばれたわけです。そんなずいぶん昔の話ではないわけです。でこれはまさに私が知っている、その誰も知らない先祖ではなくて、祖父が実際に体験したことなんです。でそういった歴史のある領土に私たちは食べさせてもらっているということなんです。ですから、この川、空気、そして私の、周りにある生態系すべてが非常に重要な要素になっています。ですから、人間として我々はそういったものを守らなければいけません。でこういったペパーミント、そういった言葉をちゃんと理解できるようにしなければいけません。そしてこの地球上で最大と言われるような、この再産業で化石燃料を掘り出して、こういった美しい領土を破壊しています。私の両親、祖父、祖母、そういったこれまでの何千年もの間に
こういって机あり出てきた環境が破壊されるかもしれない。このアバスカ三角巣を私たちが壊してしまったら、私たち何者なのかということになります。ですから、私たちがどういう起源をたどって今ここにいるのかと、そういうことが非常に重要で、私たちのアイデンティティというのがまさにそういうふうに自然界との関係を築いたことによって形成されています。私たちはそういった言葉にできない植物たちのために話すことが重要です。素晴らしいですね。皆さんこんにちは。こういったセッションにお招きいただいて非常に光栄に思います。まずは、私がどういう経緯があるのかを説明したいと思います。私の父はこのフィジーの最南端の諸島の一つの島出身です。そして母はオーストラリアやヨーロッパといったところから移住した先祖を持っています。ですから、この非植民地化といったことも経験しながら、いろんなことを、痛み対立、そういったことを経験してきました。そして1670年以降、そういった動きがあったわけですけれども、私がそういった場所の中でどういう位置づけにあるのか、そこに移住民や、先住民の方がいる中で、どういった位置づけにあるのかということを考えてきました。そして私の歴史、これまでの人生のそれぞれの段階でいろいろなことを考えてきました。私がいろんな、我々はいろんなものを作りますよね。音楽とかいろんなものを作り出してきましたが、私としては本当にたくさんの形での正義ということも経験してきました。こう、最初は怖かったんですけれども、好奇心も出てきて、そして、正義に公平に関わる問題に携わってきました。人間として、そういったものを何とかそうとしてきたわけです。私は今もう53歳なんですが、このコミュニティの中でしなければいけないこと、今の場所でできることということをしています。それから太平洋地域の中で、私自身そしてコミュニティの他の方々と一緒に、どういったことができるのかということを考えてきました。これは私たちの体にとって必要だというわけではなく、精神面、そういったことを考えながら何が必要なのかということを考えてきました。そしてこういった素晴らしいサポートを、人間そして他の生物からもらっているにもかかわらず、私たちはそれを壊している。ですから私にとっては、保護心というのは、私たちなんだけれども、実際には蜂だったりカエル、微生物、そして抗生物質といった、そういったものが声を大きくして、こういったシステムが破壊されていると訴えているんです。蜂も消えていますし、鳥もの数も減っています。ですから、そういったノイズがあるんですよね。この汚染がひどくなっているとか、大量に船舶を送り出して、そういったことをする中で自然が壊れて崩壊しているということがあります。そして子どもたちもにとっても、自分たちの体にいろんな、それによる影響があるということが分かっています。ですから、貢献人として、いろんな代替システムを作り出して、薬を作って、ということを人間活動として実施しています。問題を解決しようとしているんですけれども、もっと状況を改善するために、声をそういった他の生物が上げているということです。ノンバイナリー、女性、男性、黒人、アジア人といますけれど、この家父長制というものに飽き飽きしています。私たちは犠牲になっています。
無償で働いている子どもや女性がたくさんいるということを完全に無視してしまっています。こういったことをまず壊して、そこからまた再建する必要があります。どうやってここで変化の中に変化のための力を探していけばいいのでしょうか。この不平等のシステムというのは根が深いわけですね。その前にあった美しい平等なシステムも根が深かったですが、どうしても現在の不平等も根が深いわけです。この壊すという運動を私は続けたいと思います。ですが、この提案というものがない場合が多いかもしれません。この代替案というものが必要になります。そしてコンフィギュレーションし直して再建していきましょう。抽出主義や資源収奪主義、そして太平洋では原子力でも環境破壊が起きています。過不調性というものはいろいろなところに現れてしまっています。お互い助け合っていきましょう。こんにちは。ここ最近の人類の優先事項を目の当たりにして気候や環境、そして多様性損失の危機を経験する中で、注目すべきことは環境だというふうに私は感じています。子ども市民として環境のためにも私たちもそうするべきだと思います。環境こそが自分たちを、私は奮い立たせてくれていて、自分の行動や生き方のきっかけとなっています。環境に注目するのは2歳の時から、私は美しい環境で育ったからです。小川があって、山があって、鳥があって、カモ、ヤギ、ニワトリと大自然に囲まれていました。私はそこに注目するのは当たり前です。この環境にいることで人は鼓舞され、中に引き込まれて、その環境を愛するようになっているのです。そうですよね。ですが、汚染というものも目の当たりにしてきました。コロンビアのボゴタのような騒音や汚染のある都市部で育っていたら、私はこのような活動はしていなかったかもしれません。私はボゴタで生まれましたが、今はコロンビアの美しいビジュータに住んでいます。ありがとうございます。この今まで聞いていた話の中にあった、このフランシスコさんがおっしゃった自分が誰かというアイデンティティを考えるためには、自分の育った土地というものを考える必要があるとおっしゃいましたね。それからエリアルさん、自然界との会話が必要だという話をおっしゃいました。そうすると抽出主義というものはなくなるということ、それから傾聴を違う方法で行っていくということ、それから私たちの身体は疲労しているけれども、この現在の悪を壊して、そこから回復再建していくという話をおっしゃいました。この回復するという話ですが、現在の健康気候の危機、あなたにとってはどんなものですか？私にとっては、この回復しようとしていることというのは明白だと思います。取り戻そうと再建しようとしているものがいくつもあります。一つ私が申し上げたかったのは、特にグローバルサウスのマージナル化されている女性にとって明らかなことがあります。これは家父長制や異性愛規範、資本主義の犠牲になっているからです。家父長制というのがまずコアに中心にあると思っています。女性が
パートナーが死んだ時に地面にその家の下に埋められるというようなこともありました。そういった家父長制の戦士の文化というものは壊していく必要があります。これは人々を近づけるための活動になります。ノイズというものがありますから、それを生かしていきましょう。南側にいるフェミニストたちの活動していることがあります。どうやって私たちは画期的な変化を起こせるのか。私にとって自分たち祖先どこから来たのかということを考えることは重要です。私は今娘が3歳ですから、今から30年後に私は自分の活動についてどのように話せるのかというようなことをよく考えてしまいます。性的特徴について考える必要があります。女性の生殖権、そして水、衛生というようなこと、これはとても価値があるものです。どのような社会を私たちは作りたいのかと具体的に話す必要があるというふうに感じています。社会的保護と言葉は言いますけれど、実際にどのような社会を私たちは作りたいのでしょう。マーティン・ルーサー・キングはこの愛される社会ということを言いましたけれど、どのような話をしているのでしょうか。性的暴力は3人に2人の女性が太平洋諸島では経験しています。どのような社会、どのような平等ということを考えているのでしょうか。身体障害者はどうでしょう。フィジーでは NCD 非伝染性疾病を抱えている人がどんどん増えています。四肢を失っています。これは LGBT の問題だけではありません。こういった人工的な問題ですよね。それを解決しなければいけません。今もパンデミックといろいろありますけれど、問題はたくさんあるんです。次は何なのかということを考えなければいけません。私にとってこの回復というのはコロナだけではないんです。これはただの最新の問題であります。公正な再建は重要だというふうに感じますけれど、公平でなければならないというふうに感じます。これはコロナだけの話ではありません。気候危機でさらに状況は悪化しているわけです。不平等と移民と、そして家を離れてさまざまな体験を強いられている人が多くいるという意味で、さらに状況は悪化しているわけです。そうですよね。公正な再建というのは私にとっては何が重要かというと、環境、社会問題、不平等、そしてジェンダー問題、先住民族の知識の話だけではないんです。他の多くのことにも関連していると感じています。若者や子どもの政治家参加による政治の公正な再建も必要です。市民権、社会的スペース、経済の公正な再建もあります。公正な再建そのもの、それからそれは環境にも大きく関係しています。パンデミック中は環境衛生が少し改善したというふうに言う人もいますが、比較的改善しただけだというふうに私は思います。自宅からは大量の使い捨てのプラスチックが廃棄されていて、今でも汚染は続いているわけです。そしてだからこそ、さまざまな分野を横断する公正な再建が必要です。一つの問題だけではなく、あらゆる問題に基づく公正な再建のことを指しています。パズルも
一つピースが欠けていたらパズルは完成しません。ですからそういったことを考える必要があると思っています。ですからこの公正な再建が重要なのです。そうですね、そういった大事な点を今話をしていただいたと思います。特にこの先住民、そして土地との関係、そしてこの先住民が主権となるシステムを取り戻すということを考えていると、ただこれはその500年前の形をそのまま取り戻そうというわけではないんです。その先住民がそのまま何も変化を遂げずそのままそれを持ってくるというわけではないんです。でも私たちも進化してますよね。でこのこれは世界の人々生物にとって、まあ、その生活の中でこの革命革新というのは常に起こっています。時間をかけて進化しているわけです。これが非常に重要で、私たちが提唱しているのは昔の大昔の形に戻ろうと言っているわけではないんです。この価値体系というこの植民地化がされる前に何千年も続いていたその形を取り戻そうとしているわけです。私が環境団体とかいろんなところでサポートをしていますけれども、いろんなコミュニティがあります。でこの再建というのはその一部になっています。こういった目に見えるものというのが、まあ、いろんなコミュニティ、南北、そして、まあ、どんなコミュニティであっても、まあ、実際この気候変動とは何か、そしてコミュニティにとってそれはどういう意味をなすのがあるのかというと、バランスが崩れているということなんです。私たちの土地との関係が崩れている。そして身体的、精神的、感情面でもバランスが乱れているということになるんです。ですからそれによって、まあ、母体となる地球からそういう反応が来ているわけです。パンデミックもそうです。でこのバランスが崩れているというのは、この目に見える素晴らしい美しいものというのがあるにもかかわらず、このやっぱり気候変更が動画始まっていて、まあ、高齢者の方々もいろいろ考えていますけれども、この、まあ、高齢の方々に気候変動はいつから起こったのかと聞いてみると、まあ、白人が来た時から始まったというんですね。こういった植民地化が始まった時にそれが気候変動を招いてしまった。そして価値体系、政治、経済、そしてジェンダー制度、そういったもの、まあ、宗教といったところもそうですけれども、そういったものに影響を及ぼしてきたということです。そしてこの気候変動、まあ、いろんな危機に取り込む際にはバランスをまず取り戻さなければいけません。自然界との関係においてもバランスを見直すしかないです。そこが重要なんです。こういった通常西洋諸国というのは、この限られた枠の中でいろんなものを考えています。この科学的なデータを収集して、こういった固まった限られた制度の中でソリューションを考えているわけです。ただそういった人たちというのがまさにこの今私たちが直面している危機を招いた原因なんです。でいろんなアイデオロジーとかいろんなものを見てみると、先住民の生き方とかそういったものっていうのはこういった枠の外にあるわけです。ですからそういった人たちの声を聞いて、そういった人たちの中に入ってもらって基盤を作って、
そしてどういうふうにその植民地化がなされた前の文化がどういうふうに進化してきたのかというのを見直す必要があります。ですからこの大昔の形にそのままに戻るというわけではないんですが、そういった価値体系をもう一度見直す、私たちの土地自然界との関係はどうだったのかということを考える必要があります。ですから今後のために再建をするんだけれども、まずはこの西洋諸国中心のデータに基づくそういった解決策だけを見ているだけでは不要だということ、いろんなことを見る必要があります。ではですね、この今後に向かって向けて今ビジョンを抱えてどういうことを期待されていますか。私が期待しているのは、いろんなことを話をしたり考えたりもしていることです。まずこの多様性ということをあんまり見直す必要があると思います。こういろんな話し方、そしてまあどんな意見を言うべきかとかっていうのを恐れている人っていうのが多いと思います。で今はまあいろんな危機があって崩壊、そしてアイデア、いろんな危機があるわけですけれども、まあ、いろんな複数のリアリティがあると思います。でこれはすごくいいと思うんですけれども、これは、まあ、いろんなアイデアが出てくるようないろんな機会があるということなので、私自身はすごくいいと思っています。ただ時折恐れを感じることもあります。ただそれと同時に革新的なこう前進できるような気持ちにさせてくるところもあります。ただダメージもあります。で昨日も見てたんですけれども、このコミッションの声明文を見てみました。これ26年の、まあ、計画ということで、まあ、これ短い期間ではあるんですけれども、この革命を起こすのに十分な期間であるとも言えます。女性や子どもを取り込んで取り組みをするには十分な時間だと思っています。今哲学ということで、こういった革命をどういうふうにやっているのかと考えています。これ25年前のところを振り返って今ここにいますけれども、いろんな問題に取り組んでいるわけですけれども、ただ思い描いているところにはまだたどり着けていないという状況です。ただこの他の人と一緒に、まあ、多様性のある人々と一緒に問題に取り組むことはできると思います。ちゃんと戦略的な計画を立てて、そしてちゃんとこのコミュニティを愛するという、お互いに心配し合っていろいろ取り組むということはできると思います。そしてこのプロセスの中でも新しい要素があると思います。そして私も、まあ、今年、まあ、今まで声を上げて言っていることなんですけれども、いろんなダメージがある中で、まあ、娘や、まあ、姪のこともよく考えています。で私この一番本当に愛おしいドラゴンだというふうに言われている女性がいます。で私たちはこの、まあ、すごくこういったすごくいいなと思っているんですけど、やっぱりそういったヘアワークというのは必要だと思っています。ですからあと最後に、私はやはりこの家父長制に関しては別に全く興味はないので、何もしようと思っていないわけです。この、まあ、いろんな今のシステム非常に投資がなされていて、まあ、そこからどういうふうに動いていくかということなんですけれども、コミュニティの中では本当に、まあ、いろんな人が本当に、まあ、やっぱりこう恐れながら歩き回っている人というのがいます。で人を避難して、でこの地球上にある、まあ、いろんなところでこういった問題がある、こういうのこれはあなたのせいよと非難している人がいます。
でも怒っているっていうのは、その やらなければいけないことをやっていないからそうなっているわけですよね。私たち一人一人がやるべきことというのがあります。こうやって地球は生きていますから、私たちはこのように生命を助ける、生命を再建することを続ける必要があります。いろいろな方法がありますよね。そうやって私、私の娘、私のコミュニティのためにそのように私は考えています、ね、私が取っているアクションというのは、これはみんな同じだと思うんですけれど、将来に対するとても重要な根本的な話です。というのも、私たちが今やっているということは明日に影響を与えるからです。それを常に考える必要があります。皆がそれぞれ全員が協力し、有名なフレーズ、ウィリアム・ブレイクの詩にありますよね。各自が一粒一粒の砂に貢献すれば、それを積極的な行動で熱意を持って市民の義務として実行すれば、私たち全員が平和に暮らせる未来を築けるということです。全員というのは人間だけではありません。動物や生態系も含めた生物すべてのことを指しています。私たちは大戦を回避するために、人間や国家間平和という話を常にしていますよね。人間、そして国、そして国家間でこのような話をよくしているわけですが、それを超えなければいけないと思います。環境や不当な扱いを受けて苦しんでいる他の生物との平和を構築することも重要だと、必要だというふうに私は思います。ここで明確な私のメッセージというのは、大小異なるいろいろな行動がすべてが根本となっていくだろうということです。あらゆることに結果がつきまとうわけで、自分たちの行動がいい結果につながることを期待するしかありません。それはグローバルウォーミングであるのか、ここで移民の率を下げなければいけないのか、この祖先の知識を使って尊厳のある人生を築きたいというふうに思います。このためにはまず公平な復興回復が必要です。全員にとっての尊厳です。夢やプロジェクト、今やっていることを前に進められるようますように、私は努力しています。しかしここで忘れてはならないことが一つあります。私たちの行動がすべて環境に影響を与えているということです。常に忍耐強く、力強く、私たちの行動が環境に寄与するということを忘れないで生きていきましょう。次の若い世代からこのようにリスクを取っているというところを聞く話は素晴らしいですよね。先住民、祖先が今までこういった基礎をもう作ってきているわけです。こうやって歴史的にはもういろいろな活動がされているわけです。私の家族は代々土地を守る家族でした。よく聞かれるんですよね。どうしてあなたはこんな活動をしているのかと。そこで私はまあ半分冗談のように言うことがあります。私が生まれた年というのは、実は軍隊、そして大企業が違法に私たち先住民を土地から追い出した年なんです。それはウランの開発のためでした。まあ、その前から私の両親というのはウランの開発を防ぐために、阻止するためにそこに居座っていたわけですけれど、私の人生というのはこういった知識ということを使って
私たちはカーボン調整ですから、まあ、リーダーは男性かもしれないけれど、ほとんどの人に聞くと私の妻であると、コミュニティの女性が意思決定をしているよというふうに言うと思うんです。これは植民地化によって家父調整が始まってしまったわけですが、私の娘は昨日22歳になりました。息子は10歳です。この世界ということを私たちは次世代に何を残しているのかということを考えます。私の娘は教育学を専攻していて、先住民学も学んでいます。まあ、息子はまだ10歳ですけれど、もうこの子たちはすでにバランスが崩れていることを理解しています。これは大気中の温室効果ガスだけではなく、パンデミックだけではなく、この植民地主義であるとか白人優越主義もすべてバランスが崩れていますよね。彼らはすでに理解しているんです。私たちはこのバランスが崩れていることを再建しなければいけませんが、私の親祖父母の活動につながっています。ハドソン・ベイ社が私たちの土地で狩りをしすぎている、狩猟しすぎているということがもう分かっていました。私の家族の女性は誰も自分がフェミニストだとは言いませんが、フェミニストの活動をしてきています。フェミニズムということですが、私たちは将来ということを考えるときに、こういった活動を今まで学んできた価値体系、土地から来た価値の知識ということを活用していく必要があります。その知識というものは土地から、私たちの川の家系から、空から、月から、空気から来ているわけです。こういった元素から来る知識というものを活用しましょう。構造的にシステムと戦っていくためには、同時に土地との関係を養成していかなければなりません。つながりを失った理由を考える必要があります。私は息子と一緒にカエルを捕まえに行くんですね。薬草を取りにも行きますし、狩猟にも行きます。家父長制を壊す、植民地化を壊すというだけではなく、私はこういったことを教えることも重要だというふうに考えています。これは男性より植民者よりも強くなるという話ではないんです。バランスを取り戻すということです。私は子どもに言うわけですが、私たちは耳が2つあって口は1つですよね。その理由というのは聞くことを2倍するということです。土地に耳を傾けましょう。この会話自体が素晴らしい薬草になっていますね。パネリストの皆様、お話ありがとうございました。自然とのつながりについてお話しいただきました。この知恵ですよね。お互いを世話して保護していくということ、皆さんご清聴ありがとうございました。